嵐の後の夜空って本当に綺麗ね。私に歩いて走って日の光浴びながらあなたと二人の世界で、僕を助けてくれたのは誰？泳ぎ方忘れちゃったの？そうみたい。これは早速泳ぎの練習だな。さあフランダーを追いかけて。ソラ、かっこ悪いぞ。
歌おう、さあ泳ごう、みんなでやろうよ、楽しいミュージカル。ソラ、すごいわね。バウの出番少ないよ。これはこれは、国王陛下。こんにちは。またキーブレードを使うような事件が起きているのか。ここは問題ありません。ハートレスもいないみたいだし。陛下、ソラたちもミュージカルに出たいそうです。おお、それは楽しみだな。この国に問題があるとすれば、アリエルの相変わらずの地上好きだ。ミュージカルの練習を増やして、アリエルの気持ちを地上から反らせてくれ。歌おう、さあ泳ごう、みんなでやろうよ、楽しいミュージカル。間違いない、彼女の声だ。おい、君が助けてくれたんだろう。一目会ってお礼を言いたいんだ。また美しい声を聞かせておくれ。アリエル、明らかに様子がおかしい。上で何かあったんだな。ああ、陛下に申し訳が立たないぞ。だから練習練習。ごめんね、気分が乗らないの。あ、アリエル。セバスチャン、いい考えがあるんだ。何かな。アリエルの元気を取り戻す方法。来て来て。させるものがあるんだ。まあ、立派な銅像だよな。ちょっと王子様でない？
王子様？アリエル、俺たち協力するよ。余計なことはしないでくれ。セバスチャンもな。距離感を知らせるとか。そんなこと言ったって。やる？セバスチャン、素敵な曲だと思うけど、私は歌いたくないわ。私が歌いたいのは、そう、海底と地上が仲良く一つになるような曲なの。そんな歌は陛下がお許しになるはずがない。それなら私、ミュージカルには出ないから。アリエル、
まったく、どうしてこんなことになったんだ？そもそもアリエルが恋なんてするからいかんのだ。しかもよりによって人間とは。アリエルは人間に恋を？とんでもないことだ。